王宋は、中国三国時代の義の軍人、将軍。儀発三年、宋妃の命で、宋人に従って、呉の寿への攻撃に加わった。宋人が、寿徳である主幹に退廃すると、生け取られて、武将に送られた。大和二年冬、沈宗城を包囲していた諸官軍が、兵糧の枯渇により撤退したとき、宋神廃家として、儀兵を率いこれを追撃したが、 諸葛両軍の反撃にあって戦死した。三国史には以上の記述しかないため、宋人の下で呉に侵攻し、囚われた後に釈放され、宋心の下で職官と戦い戦死したのか、それとも同性同盟の別人物だったのか不明である。小説、三国志演技では、自和子、前老政軍、敵道剣の人という設定になっている。若くして、宋心に従い、 恋将軍に任じられて、諸葛亮を率いる職軍と戦う。六十金の大なぎなたを振り回し、鉄の号泣を軽々と引く腕力に加えて、流星追という鉄球を投げては百発百中と、自慢する腕の持ち主だった。諸の舎武氏と狂気らを打ち取り、長玉に重傷を負わせるなどの活躍をするが、諸葛亮の策を受けた義のべによって切り殺されている。 宋神殿では、これに先立ち各明と共に、旺盛なる武将を、真相に派遣し、守備に当たらせている。ありがとうございます。